こんばんばは平井明です今回はですねシャフトのことについてお話ししていこうかなと思うんですが登録の方からリミッターを解除していいということだったので今回は本当にに好きき勝手喋らせていただきます詳しいシャフトの特性とかですねどういうシャフトはどういう効果があるとかですねそういうのをちょっとお話ししていきたいと思います。平井明のワンップゴルフ 早速ですが、種類をお伝えしていこうかなと思うんですが、まずは一般的なシャフトがいいですよね。PT、グラファイトデザインの、これはですね、50g 前半ぐらいなんです。53、4g ぐらい。で、十字のこういうグラフの中でも、ほぼほぼセンターなんで、本当に 本当に癖のなないシャフトなんですよこの PT ってだからどのシャフトをつけていいか分かんないどんなシャフトを選んで打ったらいいか分かんないっていう方にすっごいおすすめ本当に主張しないし特別飛ぶとかコントロールいいとかそういうのがもう全くない悪いように聞こえてないですけど大丈夫ですかねすごくいい 癖のないシャフトなんですと,とにかくなんでこれにハマったら PT にハマったらずっと PT 使ってる方とかって結構多いんですよいろんな新しいモデルとか出ても結局この PT に戻る方って多くて すごいおすすめのシャフトの一本です。そう。これすごくいいです。僕もすごい好きで結構長い間使ってましたね、これも。これちなみにキックポイントは中調子なんですよ。元調子、中調子、先調子ってよくあるじゃないですか。で、その中にも中元とか先中とか間もあるんですけど、本当に中調子で、しなり方も一般的な全体的にバーンとしなって、自分が動いた分しか動かそうとした分しか動かないようなシャフトですね。すごくおすすめ。あとは、 今の PT よりもお助け感お助け感って言ったってあれですよね僕のフィーリングなんであれですけど先がちょっとピョンって走ってちょっとスピードとかパワーを助けてくれるのがこの MJ これ僕も大好きなんですよ。 色も好きなんですけどこれまあ 6x なんですけどまあお好きなグラムとフレックスを選んでいただいた方がいいです MJJ なんですけどこれはね先ほどの PT よりもちょっとキックポイントが先寄りなんですよこれ結構動いて大きくは動かないんですけどボールをバチーンとビンタしてくれるようなシャフトだから飛距離っていう面ではそのどのシャフトも変わんないですけど 弾き感っていうのはさっきの PT より全然あります。で、これも標準中調子なんですけど、その中でも先寄りでちょっとヘッドを動かしてくれるシャフトですね。なんで、例えばドライバー PT 入れてヘアウェイウッドに MJ なんか入れると、球を拾ってくれるっていう感じがあるんで、3番ウッドとかドライバーもすごくいいんですけど、球拾いたいなっていうクラブにおすすめのシャフトになります。これすごくいいですね。あとは今の感じが出たんだったら逆もあるはずなんですよ。そんな音。 助けいらないし弾をとにかく抑え込みたいっていう方にはもうこれがいいんじゃないですか9003もうこれはすっごい言い方悪いかもしれないですけど,どんくさいスチールのしなり方をカーボンで作ったようなシャフトです本当にさっきの PT よりも何もしないというかもうとにかく重くて硬いというイメージがありますただこれも硬くて 重たくて何もしないんですけどでもこれも中調子なんですねそれでちゃんとボールもヒットしてくれるんでただ重方だけじゃないんですよしっかりシャフトとしての性能を発揮してくれてただ単純に重いか硬いだけじゃなくてちゃんと球を抑え込んでくれる役目をしてくれるシャフトですねなんで球を抑えたいなっていう時なんかはこういうシャフトあとは DI っていうのもあるんですけどそういう動かないようなシャフトを選んでいただいた方がいいと思いますねこの VR なんかもさっきの MJ と似てててるるんですよちょっっと先が動いてを拾ってくれるそうでこの先ほどの9003の似たような感じの球を抑えたいなっていう感じなんかはこの DI とかなんかはすごいおすすめのシャフトですこれも中調子ほとんど今紹介したシャフトっていうのは全部かな中調子なんですよ。今多分ほとんどが中調子ってていう表示をしてあって であんまり元調子先調子って表示しないんですよね多分売れないからだと思うんだけどねなんで中調子の先寄りとか中調子の手元寄りとかがすごい多くて最初からねどこ調子ですよ先調子ですよ元調子ですよって多分売らないんだよね<ー>そう減った一時期より前はねすごいね先調子中調子って言ってたのよそうでの元調子中調子先調子ってどういうことなの なるほどキックポイントってこの辺なんですよこの辺の1 0ンチぐらいで先調子中調子元調子って要はここじゃないのよそうこの辺しかないのねこの辺の中の先中元ぐらいだからめっちゃくちゃ微妙なのよで用事一1本分っていう人もいるし1 0ンチぐらいの幅っていう人もいるしなんとなくなんだけどねそうで元調子っていうのはこうタイミングをゆっくり打ちたい人そうで先調子っていうのは 中調子真ん中中調子はそのスイングにいい意味でメリハリがない人だから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 だかしい,難しいとからだ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 からていらだか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 らいからだ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 から先調子はビロ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 ,ビロンからだ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 からンかだから によってキックポイントを変えるだけちょっと最初に言った方が良かったのかなそもそもシャフトって飛ばす道具じゃないんです芯に食わせるか食わせないかだけの道具なんでで結果的に芯に当たるから飛ぶっていう要はキックポイントとタイミングがあると芯に当たるんでそのシャフトは 飛ぶっていう判断になるだけで、シャフト単体で飛ぶってことはないんです。なんで、自分に合ったシャフトを見つけたら一番飛ぶっていう道具なんで、だから A さんがこのシャフト飛ぶよって言って、B さんが打ったら飛ばない可能性もある。だから、物がいい悪いとかじゃなくて、自分に合ってるのが物がいいっていう感じですよね、シャフトは。だからすごい合う合わないが、本当ははっきりします。 あのウェッ同じ。そう。バンスと一緒。<laughs> バンスと一緒で、ね。そう。全く一緒。ゴルフが多分ほとんどそれで解決することじゃないかな。<ー>ヘッド形状だったり、ボールもそう。だから、自分でいいものを見つけたもん勝ちのところが多い。ゴルフって。それ言うと3時間コースになるから、<laughs> <laughs> 一旦。そう。で、例えばじゃあ、先ほどまでずっとグラファイトデザインを紹介してました。今度は、クラシャフト。これ、スピーダー757の、 売ってるやつの方がいいのか <laughs> <laughs> これエボリューションシリーズエボリューションエボリューション2エボリューション3ってあってこの真ん中のオレンジはもう確か廃盤になっちゃったんだねもうないでも結構プロで好きでずっと使ってる人いるで青も確かもうないんだろうな多分フジクラシャフトっていうのはすごいお助け感っていうか全体的にしなってバチンって飛ばしてくれる感覚が 伝わりやすいシャフトだからねちょっとどっちかっていうとこのエボリューションっていうと多分ね13年とかそれぐらいもうちょっと前かなぐらいから出てるんだけどフジクラシャフトってウエイトバランスポイントってシャフトの重さのポイントが手元寄りなの要はカウンターバランス。 になってるんでカウンターバランスと普通のバランスってどう違うかっていうと例えば普通のシャフトで D2 で組んだ重さとカウンターバランスで D2 で組んだ重さってカウンンターバランスのの方が軽く感じるのよ手元が重いから。ボールの上を上ずっと 打っっちちゃゃう場合がが多いいののカウンンンターーバランスてボールの下にんんと重みがガチンっていかないんだよねだからボールを一回キャッチしてバーンって遠くに飛ばすんだったら先が重いシャフトの方がいいのよで一連の動作でフィニッシュまで最近の10代20代の子男子のそういう子なんかはそういうスイングするんだけどトップからワシャーってすごいスピードで振る人なんかはカウンターバランスの方がいいのよそれはアイアンも。でそのカウンターバランスのシャフトが多いのが藤倉なの そうだから重さ的に一緒にするんだったら普通の先が重いシャフトの D2 とカウンターバランスの D3 か D2.5 ぐらいが同じぐらいの重さに感じるだからそれがねいい悪いというか好き好き出るだからボールをテクニックとして一旦ボールの下にヘッドを入れてガブーンって打ちたいんだったら先が重いシャフトの方がいいで俺ねこの PT ってさっき紹介したこれは先がガチンと重くくんのよ。 だからこれはねこうインパクトが厚く感じたのね俺はあと最近その動画で使ってる TP っていう方シルバーのあれなんかも先がガーンと重く感じるからすごい感じ的にはいいフィーリングなんだよねでこのこれ P675 って書いてないこれスピーダー757の中身は P75 ってやつだね、うん、書いてるここここに P75 って書いてない 青木って書いてあるあ、見えるは <laughs> いや、青、OK、木見,<え> <laughs> 見える見えたああ、会長ですね、JGTO <laughs> これはもうまあまあ極端なカウンターバランスもうだから先の重さを感じづらいんだよね。だからこういうシャフトが さっっきも言ったけど合うタイプの人っていうのは手先でパンってやらない人青木さんやるけどねけどだからまあその辺はこう好みなんだけどとにかくワンンンピーーススででフィニッシュまで振る人なんかはカウンターバランスだからアイアンで言うと KBS とか、まあ、最近の NS プロなんかもほとんどカウンターバランスになってそれはそういうシャフトがカーボンどのメーカーも増えてきて結局そっちに移行してるからアイアンもカウンターバランスにしないと合わないでしょっていうんで各メーカー カウンンターバランスのシャフトを多く出してきてきるだから昔のフィーリングが好きな人っていうのは多分ずっと変えないんだよね変えられないっていうかそうなのそういうクラブでゴルフを始めたから全部同じグリップでも全部重さ違うんですよこれダイナミックゴールドをこれから買おうとしてる方もしいたら絶対に知っといていただきたいネタがあるんですけどあのアメリカの戦闘機の名前の今出てるでしょ